So why were Western concepts delivered through Confucianism? Let's ask my old professor here at Tokyo University. どうして、うん、どうして自由主義が儒教を通して、うん、まあ、日本に入った、うん、一つはその自由の理というタイトルの本について少し説明すると、これは中村慶雨という学者がこの1870年代の初めに日本語にミルのオンリバティを日本語に訳したものなんですよね。オンリバティ自体が1850年代だから、かなり早い同時期にこの日本語に訳して紹介する。中村慶雨自身は今の湯島制度で、つまりこれは徳川幕府 の、 直轄の要するに学校ですけれども、そこで儒学を学ん で、 で自分も儒学を教えて、でそれでしかし1850年代にヨーロッパのことも学問も始めて英語を勉強して、しかも自分もイギリスに留学して帰ってきた。オン・リバティを理解し翻訳することが可能だったのかという一つの問題としては、リバティの概念自体がじゃあ日本の思想にそれまであったかって、これはもちろんない、同じものはないわけですけれども、ただ同時に他方で例えば儒学の中にはこの人間の心の中にの欲望をコントロールすることで本来の道徳性が現れてくる、でその本来の道徳性がそれこそ自由にこの動き回る意思の自由に近い、あるいはその欲望からの解放としての自由という考え方に近い、例えばそのそのモラリスティックな自由の概念、Confucianism assists in the explanation of freedom ということですか。そう、そういうことです。自由主義で始めたでしょ、それまあ日本と中国はまあちょっと違う、道が違ったでしょ、とやっぱり今だったらどこでも経済自由主義でしょ、まあ経済自由資本主義になってるでしょ、ある意味で中国でも日本でもアメリカでもヨーロッパでもどこでも同じでしょ、というとじゃあ未来は どうですか、中国と日本の関係が、まあみんな同じだから問題ないでしょ。いやそうは思わないですね。つまりこれ儒学の問題をちょっと脇に置いて、経済自由主義っていうのは中国は前近代の王朝がすでにそうなんですよね。明朝からあとは少ない、宋からあとは経済自由主義ですよ。商業の規制ないんだから。さっきの議会制度と同じで、中国ではなんで西洋の真似しなきゃいけないのか分かんなかったんだと思うんですね。身分制すでにないし経済活動も自由だし、だからそういうあり方がつまりある意味で言うと今のつまり改革開放以降のね80年代以降の中国の政治のあり方、政治経済のあり方と実は似てるところがあって、それがちょうどグローバルキャピタリズムのこううまく乗ってるところはあるんですよね。ただ問題なのはそれに対する不満とか抵抗とかいうことも同時に出てきてるのと、あともう一つはじゃあ本当に全て市場自由主義にできるかっていうとできないですよね。これはだってアメリカだって相当公共事業やってるんだから、そうだから本当は実はある意味で言うとグローバルキャピタリズムの嵐っていうのは一面では現実なんだけれども、それだけで経済が動いてるかっていうとそういうことはない。だから常にこうなんていうかなバランスを取る動きっていうのが出てくるんだと思うんですよね。だからそういう意味で言うとその今のだから中国に関して見ればそういうバランスを取る動きが出てきにくい政治構造になってるので、共産党の官僚が同時に要するに企業家になってるわけですから、もう今更変えられないわけだから、そこのバランスを取る動きっていうのが多分日本やあるいは韓国はまだこうできるけれども、中国はかなりこの危ない状態になると思うんですね。実はね、まあ理論だけで実際には成り立ってなくて、世界のどこでもの国々にはまあバランス取るような制度が必要で、それはちょっとね日本と中国は今違うところというわけで、じゃあ儒教がもともとちょっとバランス取るための技としてね、もう
っていう理解があるんじゃないですか。そうかもしれない。というと今の中国でもね、うん、そう日本と違ってすごい儒教がね、うん、また人気になってるでしょ、うんうん、というとじゃあ将来には儒教がそういうバランス取る仕事で役に立てるっていうか将来があるっていうか、うん、分かんないけどね。だって儒教はってみんな金持ちになりますよって思想じゃないですからね。商業活動は道徳的に価値が低いですから儒学の考え方では。だから今孔子学院とかでどう教えてるのか興味ありますね、そのことに関して。うん、そうで、あまり可能性高いと思わない。むしろあれでしょうね、だから中華民族としてのアイデンティティをこう再確認する道具になってるんじゃないですか、儒学が。その意味ではね、つまり中華民族っていうのは中国 の、 要するに中華人民共和国の中にいるいろんな少数民族、漢民族以外の人も含めてひっくるめて中華民族っていうんですよね。まあ、だからやっぱりその漢民族を超える中華民族的なアイデンティティ、みんなの少民族を含むような、うん、まあ、国家のアイデンティティを作るためには役何しろそういうなんていうか、うん、というとね、日本人もいいんじゃないですか。いや、だからそこが中華民族に入れてもらえないんですよ、日本人や韓国人は。だからそういうイデオロギー性やっぱりあるわけ。うん、そう、その中華民族の論理発展させたら日本も韓国もベトナムも中華民族になりますよね。儒教文化ってことで。オーストラリアでもいいんですか。そうね、オーストラリアでも儒教を勉強すればね。いや、そうであるはずなんだけど、ただそういう理論にはならない。